さあ、今月の健康魂のコーナーです。新静岡スポーツクラブホークアンの松永さんです。よろしくお願いします。お願いします。さて、11月、もう寒くなりましたね。そうですね、ここのところ急にですね。うん。でもまあこれからの時期っていうと、街中もうクリスマスのイルミネーションだとかっていう部分で、はい、まあクリスマスらしくっていうか、冬のイベントに対して盛り上がっていくっていう時期なんで、ある程度寒くなるっていうのはまあいいのかなと思ったりもするんですけど、うちの方もクラブ内でついこの間のハロウィンが終わりまして、うん、でハロウィンとかするんや。やりました、やりました、うん、地域の、皆さんとも、にも協力しまして、うん、子どもたちにお菓子配りの、うん、配りをしたりとか、うんうん、っていう形でね、はい、去年ぐらいからずっと やり始めましたが、なるほど。まあ、うちの方もハロウィンが終わりましたんで、うん、もう来週ぐらいからはクリスマスの装飾に変えようかと。なるほど。いうところですね。じゃあプレゼントも配って歩くんですか。いやーねー、そこまでできればいいですけどね。もらいたいぐらいでしょ、やっぱり。そうですね、うん、代わりに僕の笑顔を皆さんにと。キモいな、いらないな、もう絶対にいらないな、本当にもう帰れとかって思うな。まあでもね、本当にこうある程度大人になると、なかなかクリスマスプレゼントが もらえなくなるし、あげる方になったりとかしますからね。たまにはこうもらいたいなって思ったりもしますけど、はい、まあ、このクリスマスの時期になってくると、なんだかんだ街中を見ると、はい、ウキウキした気分にはなりますよね。そうですね、うん。まあ、風邪とかは流行ってるのでね、そのあたりはまあ気をつけてもらいたいですし、はい、まあ、一月前と比べてこんなにこう冬っぽい格好になるんだろうかみたいな ね寒いですからね、本当にね、うん、昼間はまだいい時もありますけど、うん、夜はもうねきちんと防寒をしないと。もうね、なんか無理してちょっと薄手で、はい、ちょっとカッコつけて出歩いたりとかして風邪ひくんだったら、まあ、あったかくして出かけたいもんね。そうですね、うん。会員さんとかはどうですか、やっぱ風邪ひきの人とかもいらっしゃるんですか。やっぱりね、特に子どものスクールについては、うん、保護者様も冬場の間は病院にかかりたくないと、特にね、はいはい、インフルエンザだなんだっていうのが激しく起こるよ、うん、年もあるもんですから、うん、まあ少しの間お休みしますみたいなのもちょうど今ぐらいから増えていくような、まあ、いわゆる予防接種なんかもそろそろ始めようかみたいなこともあるんじゃないかなと思いますけど ね、インフルエンザなどのね、うん、注射なんかも始まってますからね、うん、はい、うん、でまあ、そういう部分も含めて、まあ、今回はどんな話をしていただけるんでしょうか。そうですね、冬場に入りまして、まあ、深刻になるのがやっぱり冷えという部分がね、うん、ありますので、はい、その辺も少しお話ができればなというところだったんですが、まあ、女性の方なんか特にね、はい、冷えっていう部分はよく言われるじゃないですか、本当にこう指先であったり足先の本当にこう末端がこう冷えてくるっていうの、夏場でも冷えがあるとかって聞くぐらいですからね、どうしてもエアコンがね、うん、ある中で、はい、っていうところでは夏場もエアコンによる冷えというのもありますが、うん、やっぱり季節が寒くなる、部分での冷えという ことなんですが、はい、まあ、一番の、ね、原因としたらやっぱり体が動かなくなるっていうのがね、動かすこう量が減るっていうのが、はい、まあ、一番こう最終的に体を冷やすことになるんですけど、うん、いや分かってるんですよ多分みんな、うん、動かないといけないって分かってはいるんですけど、家がいい、うん、もう本当にこう休みの時は家がいいみたいなね、なるよね。そうですね、うん、そこをね何とか動かしていただく手段はというのは常に考えてるんですけどね、うんうん、でまあ、外へ出るときにね、一番いいまずね、外へ出るときに体の防寒対策として一番いいのはね、うん、マフラーなんですね。おお、なるほど。ちょうどこう首の後ろに太い血管がありまして、うん、まあ、そこを温めると、うん、全体的にも体温が維持されるというところで、うん、まあ、おしゃれに巻くことも増えましたけど、うん、首周りに自分なんかもね、出勤おしゃれに巻くの？どういう風に巻いてんの？おしゃれにって僕はね、おしゃれじゃないんですけど、うん、まあ、分かります。はい、ジャンパーの下にタオルを巻いて首周りを必ず温めるっていう、うんうん、まあ、こう心がけてますけど、うん、うちのね奥さんからは出社の時にはマフラーにしたらと言われるんですけどね、うんうん、まあ、確かに首って、はい、本当にこう冷えると風邪とかも引きやすくなるとかって言うじゃないですか、はい、だから本当寝る時なんかもできればこう首とかに巻いて寝た方がいいとかっていう話も聞いたりはするんですけど、そうですね、うん、まあ、布団をかけるのもね、うん、まあ、中の空気を対流させるためにもっていうのもあるんですが、うん、首周りをしっかりとしとくっていうと体が温まってっていうのがありますから、うん、
まあそうですよね、風邪ひきやすい人なんかは特にそういう部分での引く前の、はい、ね、あの管理っていうのは必要になってくるのかなっていうところは感じますね。そうですね、うん、で体が冷えた状態だとあのこれから流行るどうしてもあの風邪とかインフルエンザにも、うん、あの自然的にかかりやすくもなりますんでね。あ、はいはい、あのとにかくこう体温を上げてっていうのは、うん、あの役に立つ、本当に役に立つ時期ではあるんですが、うん、はい、でまあ、先ほどの体が動かなくなる中で動かさないと一番最初はね血流の流れがこう悪くなってきて、それがあの全体的な体温を下げる、はい、あのポイントになってしまうんですが、うん、まあ、特あのそういったところではあのその部分で、末端にね足の指先とか、うん、手の指先とかにあの冷えを感じることには、うん、あなりやすいんですが、まあ、血流が悪いとどうしてもあのそれにプラスして症状としては肩こりを感じやすくなるとか、うん、あのなんか腰回りが重いなっていう風にもつながってくるので、はい、まあ、とにかくこう体を動かしましょうっていう季節にもなるんですけど、うん、もうあえて寒いから余計に体を動かして温めて、やっぱり動かしとくことによっていろんな部分での効果があるっていうことなんですかね。そうですね、うん、で一番ね、体温を上げるため の, その血流を促進するため の,、うん、あのお手軽な運動っていうところでは、お手軽、あのよく体操でいう屈伸、うん、屈伸運動をしてあげると、うん、あの全身に血流が回るようになりますんでね。へー、一番あの筋肉で大きい下半身を、うん、下半身をこう動かしてあげるとね、うん、あのあの血液回るようになりますんでね。もしこう逆にこう寒いなと思った時に、うん、こう屈伸したり伸脚をしたり、うん、足を動かすようなことをすると、はい、意外とこう体がポカポカしてくるっていうのがありますけど、あの屈伸とかって、はい、なんだろう、やる機会ってそんなにないですよね。ないですね。ね、例えば小中高とかね、はい、に体育の時間とかでもちろんこう準備運動で屈伸とかする機会とかはあったりとかしましたけど、はい、なかなかしないですよね、簡単な作業なのに。そうなんですよ、うん、あの椅子に座ったり立ったりっていうところで屈伸の動作ってあるんですけど、うん、それ以外こうやっぱりね、人間の生活の中で、特に冬場ってね、うん、こたつに座ったままとか、はいはい、あの座って動かなくなって下半身が本当に動く量が減るので、うん、まあ、そういったところで、まあ、あの全体的な運動量と血流の流れもっていうのは出てくるのは、うん、まあ、確かなんですけど、はい、まあ、そういったところで意図的にやってあげると、うん、っていう部分ですね。その例えば屈伸して体を温めるっていうのは、はい、例えば何回ぐらいすればいいのかとか、はい、あとどういう時間帯とかにすればいいのかっていうのもあるんですか。まあ回数的にはですね、回数的には、うん、あの5回10回ぐらいの量ではいいんですが、そんなもんでいいんだ。いいです、いいです、うん、あのそれはねこまめにやるっていうのがね、うん、やっぱりあの常日頃やっぱり体が冷やされる、うん、体が冷える季節になってますんで、はい、こう先ほどの話ではないんですが、寒いなと思ったような時に、うん、あとはこう手足が冷えるなっていう思ったような時に、うんうん、こう例えばそういう屈伸運動してみたりすると、はいはい、あのその時にこう血流も体の中の 血液の流れも良くなりますんで、うん、まあ、そういったところでポカポカとしてくるようになりますんでね。よくどんな運動をする時も準備体操とか準備運動必要だって言われるじゃないですか、はいはい、その中に必ず屈伸も入ってるじゃないですか、やっぱり血流を良くして体を温めて、はい、いわゆるこう本格的な運動に入るっていう部分でやっぱりあるんですかね。そうですね、下半身を動かすっていうのは役割はまあ一つそこが、うん、あります、うん、あそうなんだ、はい、なるほどね。なんか簡単な作業でいつでもできる感覚はあるんですけど、まあどれぐらいやってないだろうとか言うと結構ねその自分で頭の中に入れてればこまめにやるのかもしれないですけど、はい、普段考えてさ今から屈伸しようとかってなかなか思わないですもんね、はい、うん、そうか、じゃあこれからやってみようかな、こまめに5回から10回ぐらいとかの量でいいですね、うん、そうすることによって例えばさっき言った末端冷え性的な部分なんかの解消にもつながるんですか。そうですね、血流がこう押し出されて、うん、でまあ、血液が流れが良くなるということは体の中の疲労物質も
循環するようになるんでね、はいはい、こう冬場のだるさとか、うん、先ほどのその具合の悪いようなところが、うん、順番に解消されるようになっていきますんで、うん、まあでその中で足を動かして全身の血流を良くしながら、うん、もしそれでも手先がまだ冷えるような方は、うん、肩を回すとか、お体を大きくひねってみるとか、うん、そういったことでとにかく量はたくさんやらなくてもいいので、うん、全身を大きく動かしましょうということをしてあげると、うん、とにかく改善されていきますんでね、体の中の血流をやっぱ良くすることがまず先決だっていうことなんですね。そうなんですよ、うん、はい、なるほど。まあ自分たちがね普段どうしたら血流が良くなるのかなんか分かんないですけど、いわゆるこうなんだろう屈伸とかをすることによって、はい、まずは下半身を動かすことによって血流が良くなる、はい、でもそれでもあんまりまだ良くないよっていうことになれば、今度肩を動かして上半身も動かす、はい、そうすることによってやっぱ効果が現れてくるっていうところあるんですよね。肩こりか、そういうのもやっぱ冬場とか特に感じますよね。感じやすくなりますね。お風呂とかでこう回したり動かしたりも大丈夫なんですか？いいですね、うん、条件的にはね体温が上がりますんで、うん、はい、すごくそこでやっていただけると寝る前のリラックス感が変わると思います。よくね、お風呂なんかでも寝る前とかね、はい、体を温めて、はい、でお風呂から上がって、まあ、軽くこう汗かいてお風呂に入って上がって、はい、もうすぐ寝た方がいいとかってよく言われるんですけど、そうなんですかね、やっぱ体が、うん、まあお風呂の温度でもよりますけど、そういうのもやっぱあるんだ、はい、大体こう40度を境にしまして、うん、まあ、冬場は比較的こう熱いお風呂には入りたいような季節ではあるんですが、うん、少しぬるめの方が、うん、いいので。確かに外気とお風呂のその温度との差が出すぎるとあかんっていうのも聞いたような気がするんですけど。そうなんですよ、うん、その辺で特に高齢者の方については寒さ の変化による、うん、その場で倒れちゃうっていうことも今から多くなりますけどもね、うん、あんまり熱いお湯だと、うん、体が興奮してその後、うん、出てからが汗かいちゃうっていうのがあるので、はいはい、まあ、ぬるいお湯でも少し長く入ることで、うん、出た後は汗はかきますが、うん、こう体の中 の具合がね、うん、全然変わりますんでね、どちらかというと、うん、少し長めのお風呂にゆっくりと入って、うん、その中で、手足、肩などを少しこうほぐすような感じで動いていただくのが一番いいかなと思いますけども。なるほどね、はい、まあ、これからの時期、まあ、自分冷え性だと思われる方なんかは、ね、いろいろこうトライしてみて、はい、まず体の血液をこう循環させるっていうことをやってもらえればいいんだという話を、まあ、今日伺ったんですけども、はい、まあ、どうしてもやっぱりいろいろこう話直接聞いてやっていきたいなって思う方は、ホークワンとかね連絡していただいて、でいろいろこう直接、ね、指導してくださるインストラクターの方もいるので、はい、話が聞けると思うので、北安の最後連絡先お願いします。はい、今現在ですね、ちょうど地域健康セミナーという形で日曜日に冬場の運動をテーマに、あ、ドンピシャでいいことやってるんだ今、はい、冬場 の運動をテーマにですね、午前中ですが、うん、誰でも無料で参加いただけるようなセミナーを開催しておりますので、はい、もう毎日、ね、先月の半ばぐらいから、はいはい、11月の末まで、うん、日曜日毎週日曜日、うん、やっておりまして、大変好評はいただいてるんですよ、うん、でまた次はね1月ぐらいから、はい、テーマを変えてやるような、うん、企画を立てておりますんで、はい、ぜひぜひ放課を使ってですね、うん、暖かい冬、はい、ある意味体を使っての暖かい冬を過ごしていただけたらと思っておりますんで、うん、ぜひお越しください、はい、電話番号がですね 054-254-4091 になります。はい、ということでね、まあ、11月中はやってるということで、日曜日皆さんね時間見て午前中なんでね、はい、ちょっと今日休みだし北満行ってやり方いろいろ教えてもらおうかなって思う方なんかはね、はい、無料でやってますので出かけていただきたいなと思います、はい、ということでね、まあ、今11月なんですけど、まあ、来月はもう年末ということでね、はい、12月入りますし、またそのあたりもなんかいろんな話を詳しくこうね、うん、していただきたいなと思いますので、次またテーマまた考えて披露してください。わかりました。はい、ということで新静岡スポーツクラブ北安の松永さんに来ていただきまして、健康魂のコーナーをお届けしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。